娘危なし酔い闇の秋この土地をずらかるとなったら打つ手がある軍師中太は声を低くしたそれはその何とかいう師範のお嬢さんその人を担ぎ出すんだ担ぎ出すおめえの恋は正真正銘混じりっけのねえきれいなもんだ そして、おめえをこんな土壇場へ追い込んだのも、元はといえばそのお嬢さんのためだろう。おめえがずらかればお嬢さんはどうなるあのインチキ野郎の銀敵の女房になっちまうんだぜ。口惜しくはねえか、デンさん。こちらは熱湯でも飲んだように顔をしかめた。男の本音で、 混じりっけなしに惚れたおめえは、国を売り、肝心のお嬢さんは銀敵の女房になる。そんなちょぼいちがあるかいおめえが我慢するにしたって、おいらが黙っちゃいられねえぜ。そう言ったって中さん、そんなことが。できるよ。俺がやってみせる。汚え欲や、 曲がった根性でやるんじゃねえ正真正銘これっばかりの嘘もねえ恋のためなんだそれも他に打つ手がなくてギリギリ決着のどうしようもなくってやるこった誰にはばかることがあるもんか堂々とやんねえなそうだこいつは正真正銘のギリギリ決着だ 手を貸してくれるか、中さんいいとも乗りかかった船だもろ肌脱ぎでやろうじゃねえかまことにすまない伝七郎はそこで膝の上へ手をそろえた本当ならいくらか力にならなければならない俺があべこべにいつも厄介をかけうした上とうとうこんな ででもないいざこざこに巻き込んでしまったただ一人の友達のお前にこんな迷惑をかけようとは思わなかっただが言わしてくれ「本当に俺は嬉しい」「嬉しいぜ中さん」「それを言うことはねえやおめえ俺を泣かせるぜ」忠太郎は喉に何か絡まったような声で言った。 二人がこのようなかんばしからぬ相談をしていたことについてあまり怒らないでいただきたい。というのはそれほど知恵の周りの良くない彼らの企みがそううまく思う壺にはまる道理がないからである。それにしてもとにかく彼らがその計画を進めたことは事実だった。福山十万石といっても 三都の繁盛とは違って田舎の城下町だからこういう時には話は早い。伝七郎は姿をくらましている身分なので長屋の一間に閉じこもっていたが中太は三日ばかり飛び回って沖田の方をすっかり調べてきた。それによると8月28日に藩の重役で安倍内樹という者がいる。 その屋敷で姉娘が近く嫁入りをするため親しい娘たちを集めて別れの宴席を設けることになったそれ沖田の光恵も招かれてゆくということが分かったのである「でんさんこいつだ!」と中太郎はすっかり意気込んでいった「何しろ集まるのがクレームツというんだから早くったって 帰りは8時になる「お蔵下の阿部さんから柳工路までの間には松林寺や藪小路があるから持ってこいだ。やるならこのほかにおりはねえぜ。いいだろうその人決めよう。それからこいつは「伝さんにゃどっちでもいいことだろうが」と言って長井の家の様子を話し出した。 伝七郎の失踪は父や兄たちにとって大変な打撃だったのだろうあの翌朝からひそかに手分けをして八方へ追っ手を出すとともに城下町を随分探し回ったらしいだがこの鍛冶屋町の裏とは気づくはずもなく大体のところ諦めた模様だということだったそうだろうなあ 電はニヤッとしはとた俺がここでててんを決めたとなれば面目丸つぶれだからななんでててんというのはお前が教えたんじゃないか地面を売るというのよそりゃドローンを決めるだぜそれから地面じゃねえ土地を売るだああドローンか。 何でも太鼓を叩くような音だと思ったっけ大笑いだ二人は声を忍ばせて笑った逃げ口はこの道かこの道その先はこうとあらまし手順がついたそして彼らは酒を飲み出した何しろ二人とも馬鹿正直の小心者だから こんな大それた企みを抱えて、シラフでいられるわけがない。そこで、酔っては両親をくらましながら、なるべく景気のいいことばかり考えたり話したり、ひたすらその日の来るのを待つ。かくていよいよ8月28日の酔いとなった。おし下というところにある安倍内期の屋敷から、織田光恵が出てきたのは、 今の時刻にして九時ちょっと過ぎた頃であった。友は老人の下僕一人である。縄文を書いた提灯で道を照らしながら、そこから西へ辻を曲がり、大きな屋敷ばかり並んでいる通りを足早に歩いてゆく。やがて少林寺前へと差し掛かった。木造ながら、閻魔の御利益。 少林寺という寺の前から一丁ばかりは、片方は墓場、片方は藪と杉林の寂しい道になる。俗に藪工事といって、ほんのわずかな距離だが、昼間でもひっそりとした場所だ。すたすたと急ぎ足にやってきた三枝と下僕が、ちょうど寺の門前を通り過ぎようとした時である。 真っ暗がりの中から飛び出してきた伝七郎がいきなり下僕の持ったちょうちんをたたき落とし中太郎が娘へ飛びかかって羽交い締めにしながら手で口を塞いだ「泥棒泥棒」泥棒なんと思ったか老下僕はそうあめきながら逃げ出す伝七郎はちょっとまごついた「泥棒と言われようとは思わなかったから」 けれども、出会いを解いている暇はなかった。ベンさん来てくれ。いてえ、いてえ。と、重太郎が悲鳴を上げている。彼は、三枝に手をかまれていたのだ。猿ぐつわをかませてくれ。手ぬぐいは俺の懐にある。いや、縛る方が先だ。こう暴れちゃう、始末に行かねえ。い、いてえ。 指がちぎれちまう。早くしてくんな。ま、待ってくれ。もうじきだ。こっちは命までもと思っている人だから、痛くしまい。怖がらせまいと手加減をするので、テキパキといかない。だいぶまごまごしたが、それでもどうやら手足を縛り、猿靴を噛ませて、二人で肩へ担ぐなり、打ち合わせ通り、 裏道を取って駆け出した駆け出すまではそうでもなかったが駆け出すと間もなく二人とも恐ろしく怖くなってきたさっきの下僕は家のあるところへ行くなりわめき散らしたにそういないこの城下でこんな出来事はまれだしまだ酔いのことだし聞いたものはみんな飛び出してくるだろう すぐに藪工事へ駆けつける。晩書へ知らせる。起田へはもちろん、役人へも告げに走る。むやみやたらに手を回して、四方八方から追っかけてくるだろう。ちょ追い詰めてくる足音。その叫び声など、そのありさまがまざまざと目に見えるようだった。それでやたらに駆け続けた。けれど、 たとえ娘でも人間一人そう軽くはないこいつを担いで休みなしにかけるというのは無理であるしかも闇夜のことで道を迷い決めておいた逃げ口から外れたりしたので広い田んぼへかかる林の中の道まで来るともう意地にも我慢にもかけられなくなった「源さん休もう」。 ほら、死にそうだ。俺も息が止まりそうだ。参った。いや、ここで下ろしちゃいけねえ。向こうにお堂みてえなものがある。あそこへ行って集もう。道の上じゃ追っ手の目につくから。道を右へ切れると、大きな杉の木が林になっている。その奥に、 古びたた。お堂があったそこへ行って娘の体を下ろす途端に二人とものけざまにぶったおれて今にも死にそうにハンハーとあえいだの喉が渇いて焼けつきそうだ伝七郎が干からびたような声で言った中太もようやく起き上がってよし おいらが水を探してこよう。その間おめえはお嬢さんと胴の中で隠れていてくんな。こう言って中太は伝七郎と一緒に娘をお胴の中へ抱え込んだがその途端に「ふやっ!」と妙な声を出して飛び上がった。びっくりするじゃないかなんだ。あれよみなえ 振り返ってみると、伝七郎も思わず声を上げそうになった。ついそこに、エンマ大王の像が安置してあるのだ。高さ六尺ばかりで、他の部分はよくわからないが、いかめしい顔の金を塗った大きな目が、闇の中におどろおどろしくこっちを睨みつけている。なんだ。 エンマの木造じゃないか。ひょいと見たら話す先にあの顔があったんだほら肝がつぶれたぜしかしこれでようやく見当がついたこれは柳瀬川の私へ出る道だぜするとこれは赤エンマだなこいつは思いがけねえ好都合だ私船を奪って 海へ抜けるという手がある。が、とにかく水を探してこよう。中太郎はそう言って立つと、そこに備えてある花立てを取って外へ出て行った。後に残った伝七郎。そこに倒れている三重を静かに起こしてやったが、柔らかい体の手触りと蒸すような香料に打たれて、 にににわかに相手が哀れになり出した「三枝殿何とも申し訳のないことをして誠にすみません」と彼は声を震わせながら言ったしかしこれ以上乱暴な真似やぶさ方なことは決してしませんしもしあなたがそうですあなたがもしお望みなら 無事にお宅へお返しをいたします。ただ一つこんな無謀なことをしなければならなかった私の心中を察してください他のことは何も言いません私はあなたに身も心も奪われていましたもちろん私は自分の値打ちを知っています学問も武芸もできず人間はこのり見り醜いし 口もろくに聞けない、まったく取り柄のない人間です。だから、あなたを妻に欲しいなどと考えたことは一度もないし、自分の心を知っていただこうとさえ思ったことはありませんでした。ただ遠くからそっとあなたを見ること。あなたがいつまでもお幸せで、絶えず微笑んでいるような美しいお顔つきが曇るようなことのないよう、 そう祈るだけで満足していました。嘘も隠しもない。本当に私はそれだけで満足していたんです。だからもし、村松銀之丞から妙な話さえ聞かなければ、今夜このような浅ましいことにはならずに済んだでしょう。負けを知らぬ人の負けよう。 こうなったらはっきり言いますが、と伝七郎は続ける。口が下手どころか、今夜の彼は、ただ人間が切羽詰まった誠心誠意を込めた場合にのみ、天の意によって表されるようになかなかの能弁だった。ついこの間ですが、村松が私を去るところへ呼んで、あなたが私に好意をお持ちだと。 ごめんなさい村松が言ったのですからそして勇気を出してやってみろとけしかけたのです初めは信じなかったんですが恋に目もくらんでいたしご覧のとおりの愚直者ですからついその気になってお父上へあんなご相談に上がったのでしたそれからのいきさつは多分ご承知でしょうから省きますそして 分かっていただきたいことはこれだけなんです。私に少しも癒やしい気持ちのないこと、ただ心からあなたのお幸せを祈っていること、これだけ知っていただけば、もう私には何の望みもお願いもありません。え、何かおっしゃいましたか娘は猿ぐつわをかまされた首を振り、いやいやをするように身悶えをした。 伝七郎には、伝七郎にはそれがあらゆることを拒否する身振りのように思え、胸がキリキリと痛みだした。あなたには分かっていただけないんですね。まったく、それが本当でしょう。こんな無礼極まる乱暴をしながら、心がきれいだと言っても、信じられる道理はない。あなたには多分お笑い草でしょう。 こんなことを言い出すのはすでに両親の呵責というやつが始まった証拠である変に息苦しくなり心臓がドキドキ激しく打ち始めたその上いけないことに閻魔大王の像が鼻先に睨んでいるだんだん目が暗がりに慣れてくるから顔形体つきまでおぼろげに見える 大きな口をくわっと開いて、巨大な両目を怒らして、はったとねめつける行僧は、暗がりのうつろな中だけに生き生きとして、今にもその口からカッとしったが飛びそうに思える。伝七郎の首が少しずつ縮んできた。見舞いとすれば余計に怖い。身をすくめながらそっぽを向いていたが、 やがてたまらなくなったのだろう。厳然として立つエンマの像の方へちょっと頭を下げ。さあ、三江殿、帰りましょう。と、おろおろ声で言った。もう言いたいことはすっかり申し上げたし、何も心残りはありません。お宅まで送って参ります。お立ちください。こう言って立たせようとした。 その時である、表の方から中太郎が、大変だ、デさん。こっちへ追っ手がやってくるぜ。と叫びながら飛び込んできた。何追っ手だって向こうに、わなせ川へ落ちる小川がある。昔一緒に船やカニを取りに行ったことがあった。あれを思い出したので、少し遠いが走って行って水をくんだ。 二口三口飲んで、デンさんの分を組んで戻ろうとすると、川沿いの道を、ちょうちんが十二さんもやってくるんだ。いけねえと思って草やぶの中へ飛び込み、はうようにして帰ってきたんだが、追っ手はあの土橋のところで四方に分かれた。そのうちのちょうちんが一つ、俺の後から今こっちへやってくる。そうか。 そりゃ、帰って世話なしだった。ど、どうするんだ、でんさん。見ていればわかる。話は後だ。お前はお嬢さんを連れて後から来てくれ。そう言うなり、デ七郎は、まことに決然たる足取りで外へ出て行った。彼が道へ出るのとほとんど同時に、 ちょうちんを持った一人の侍が北からやってきて、危うくこちらと突き当たりそうになった。誰だと相手は驚いてちょうちんをあげる。その顔を見て、伝七郎は、あっと叫んだ。村松、お前だったのかなんだ、電七じゃないか。いいところへ来てくれた。気は 起きたの三枝殿を探しているんだろうそうだ知ってるのか知ってるとも恥ずかしいが三枝殿をさらったのはこの伝七郎だ詳しい話をする暇はないがあの人は無事であそこにいるこれから家まで送って行こうとしていたところだ貴公に渡すから連れてってくれ そんな高い声を出す奴があるか銀の城はそう言って一歩こちらへ寄った貴公がせっかくさらってきた女だいいからどこへでもこのまま連れて逃げろえな、なんだってこの道を柳瀬川へ出れば私があるその船で海へ下れば問題はなく間違いなく国越えができるだろう そっちへは追っての回らないようにしてやるから早く行け。待ってくれ。まあ待ってくれ。俺はもうこれ以上あの人に何の望みもないんだ。俺は後悔しているんだ。気候はあの人の体に何か傷でもついたと思うかもしれないが、決して断じてそんなことはない。神に誓って言うが、 あの人は全く症状無くだ。たくさんだ。そんなつまらぬことを言う暇に早く逃げろ。というのは何も貴様のためじゃない。俺のためにもその方が都合がいいんだ。気候に都合がいいってこうなったらはっきり言ってもよかろう。俺はあんな娘などに未練はないんだ。 むしろあんな娘と結婚することは迷惑なくらいだ俺には少しばかり大きい野心があって長い間ずいぶん種をまくのに苦心してきたそれがようやく実を結び始めている今ここで剣術師範の娘なんぞ嫁にしたらこれまでの苦心の半分が無駄になってしまうだからいつか俺は 貴様に勇気を出してやれと言ったじゃないか俺との試合にだって出ればよかったんだ俺は負けるつもりでいたんだからな <laughs> そして銀之丞は静かに笑った愚か者にも笑う順番わからない伝七郎は頭を振った俺には 気公の言う意味がよくわからない。何がわからないだって、もし三江殿と結婚するつもりがないのなら、俺を焚きつけたり、試合をするなんて、めんどくさいことは抜きにして、はっきり嫌だと断ればいいじゃないか。そこが俺には合点がいかないんだ。そのわけなら、私が存じております。突然、 二人の後ろでそういう声がしたまったく突然だったので二人ともぎょっとして振り返るそこへ三枝が静かに歩み寄ってきたその後ろにはさらに中太郎がかなり得意な目つきで護衛者のように突き従っていたそこの杉の木の陰でお二人のお話は 大抵お伺い申しましまた長井様にはいろいろ申し上げたいことがございますけれどまず一つだけ今お分かりにならないとおっしゃったことをお話申しましょう村松様が私との縁談を嫌いながらなぜはっきり嫌だとおっしゃれなかったかそれは村松様が私の父に かなりの多額の借財をしていらっしゃったからです。そして私は何も存じませんでしたけれど、借罪をなさるについて父と村松様との間に、ご出世の上は私と結婚するというお約束があったようでございました。それでご自分から嫌とおっしゃることができなかったのだと存じます。おい銀の字。 と三重の後ろから中太が顔を出した。とうとう化けの皮の禿げる時が来たな。ほらずっと前から知ってたんだ。貴様がまっとうでね、インチキろうだということをよ。レンさん、おめえにも今度こそ正体がわかったろう。ちょっと待て、電子郎は中太を制してぐいっと。 と銀の城の顔を覗き込んだ今の三重殿の言葉を聞いたか村松聞いたよそれで何か言うことはないかまずないな歌舞伎役者のような美貌が提灯の光を受けて闇の中にすごいほど美しく浮いて見える彼はさすがに少し青ざめたが 同様の色などみじんも見せなかった。伝七郎はその顔をまじまじと見守っていたが、突然、わっは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 はと笑い出した。三人があっけに取られている前で、実に爽快に彼は笑ったのである。そして笑いやめると同時に、おい銀の嬢とのしかかるような調子で怒鳴り出した。 貴様そんな男だったのか。貴様、そんななくだだらない男だったのか。それがどうしたよく聞け俺はな貴様にどんな意地の悪いことをされても万座の中で冷や汗をかくような目にあわされてもそれから貴様についてどんな悪い評判を聞いても決して貴様を恨んだり憎んだり。 軽蔑したりしたたりことはなかったなぜなら俺は貴様を信じていたからだ貴様が素晴らしい秀才で学問にも武芸にも優れていい知恵才覚も衆を抜く立派な人物であり福山藩のためにやがては忠責ともなる男だと信じていたからだところが実際はどうだ出世したさに 上役へをを送り、をする。しかもそれが他人から借りた金だしその金のために婚約をしながらうまく俺をおだてて娘を押し付け自分はもっと身分の高い家とでも縁を結ぶつもりだったんだろうおい銀之丞貴様そんなちっぽけな薄汚いケチなやつだったのかそれでも武士だと言って歩けるのか 言うだけ言ったら知らせろ。と、銀之丞は、静かにちょうちんを傍らの木の枝へぶら下げた。それからこちらへ向き直り、左手で刀のつも元を握りながら、村松銀之丞がちっぽけな男かどうか見せてやる。おっ<う>、伝七郎は飛びのいた。き、貴様、俺を切るつもりか。 俺には野心がある。しかもそれはもう手の届くところへ来ているんだ。邪魔になるものはどけていくより仕方がない。よし。電子治療はギュッと唇を噛んだ。よし、いいとも。これまでは貴様に頭が上がらなかった。だが今からはもう違うぞ。俺には、 貴様の正体が分かった。貴様のその汚れ腐った少年で嘘偽りのない俺の正真正銘が切れる道理はないやってみろ銀之丞電子治療の声の尾を断ち切るように銀之丞の腰から白い電光が飛んだひゃっというような声を上げて電子治療は23軒後ろへすっ飛んだが それでも素早く刀を抜いて身構えをした。銀の城は唇に霊障を浮かべながら下段に刀をつけてじりじりと間を詰める。まるで獲物を狙う蛇のような言い知れぬ容器がその全身から発する感じだ。これまでの伝子治療ならそれだけで救んでしまったろう。だが今彼は 銀尋を上から見下ろしている。そこの底まで警部し、癒しめている。だから、そんな容器なんぞは点で感じないのである。そして彼は大胆不敵にも刀を上段へすり上げた。えいという気合が飛び、銀の尋がさっと切り込んだ。伝七郎は 上段の剣を力いっぱい振り下ろしたなんと切り込んだ銀の錠はそのままつんのめり伝七郎は刀を持って棒立ちになっていた勝負どころを見たのは三重である銀の錠の踏み出した第一の足が石につまずいたのだそしてつんのめった銀の錠がそのまま起きないので よく見ると頭から右の目へかけてすーっと切られていた。おい電さん、傷は浅でだ。金敵はまだ生きてるぞ。中にそう怒鳴られて電七郎は振り向こうとして、しかし体中の骨や筋がこわばって身動きができない。だがそれより先に三枝がいいえ。 もう行きません。これで勝負はついています。と凛とした声で言った。そして村松様はもう推しになすったのも同様でございます。そういうのを聞いたのだろう。伝七郎は金縛りが溶けでもしたように、そこへくたくたと尻餅をつき。切った。金の嬢を切った。 と情けない声を上げて笑い出した。要するに彼は二度笑ったわけである。だが、二度目の情けない笑い声の中に、どんなに豊かな力強い自覚があったかということは、当人以外には知ることができないに違いない。俺は知ったよ、と伝七郎は言う。暗がりの道を 柳瀬川の渡し場の方へ歩きながら、中太郎と三重に向かって彼は能弁に語る。世の中で立ってゆくには、銀之丞のようでなくてはいけない。僧帽も火いで、学問にも武芸にも抜きんでていなくてはだめだ。俺のような愚どんな生まれつきの者のは、隅に引っ込んで首を縮めているより仕方がない。 そう思っていただがそれは間違いだった電七郎は電七郎で立派なものなんだ中太は中太でそのまま立派なんだいけないのは自分からダメだと思うことなんだわかるか中高一言もねほら世の中がまるで変わったように見えら 銀の城はあれでおしまいだ三栄殿のおっしゃる通り銀之丞はもう福山藩では生きてはゆかれないなぜだそれに反して俺はこれからだ俺の生涯はこれから始まるんだ俺は今こそ生まれて初めて大手を振って歩けるなぜだろうこいつは大きな問題だぞ 大きな問題はいいが「ンさんやっぱり私船で海へ下るのか」「ああいけねえうっかり来てしまった伝七郎はびっくりして足を止めたそうだ三枝殿をお家までお送りしなければならなかったいいえ」と三枝がさっきからの沈黙を破ってじっと と伝七郎を見上げながら言った「私長井様とご一緒にどこへなりと参りとうございます」「お連れくださいますでしょうか」「それはご本心ですか?」「だって」と光恵は目の縁を染めながら表を伏せた「こんな恥ずかしいことのあったあとですもの」 いいけないとおっしゃられればあまになるよりほかはございませんわ。うへんと中太が声を上げた。ではおいらはここいらで。待て中太。と声をかけてから伝七郎は三枝の肩へ手をやった。三枝殿そのお言葉が本当ならご一緒に城下へ戻りましょう。 上下へ戻って新しく初めからやり直しましょう伝七郎はもう逃げる必要はない長い家の三男坊として真正面からやり直します私そのお言葉を待っておりましたうれしゅうございます中太は見ていませんよと中太郎は駆け出しながら叫んだ 足には何にも見えませんよデンさんお先に出てんだごめんよはあドロンと出てんだドロンと出てんだ